添島種臣、添島種臣、添島種臣、文政十一年九月九日、千八百二十八年十月十七日、明治三十八年、千九百五年一月三十一日。は、日本の江戸時代末期、幕末から、明治時代の武士、佐賀藩士、政治家、書家、医会、君党、爵位は、正二位、君位等伯爵。署名は タツ通称は二郎。郷二、総会、一一学人。内務大臣、第四代、数密院副議長、第二代、外務卿、第三代を歴任した。文政十一年、千八百二十八年、佐賀藩氏、枝吉南郷、中在門、朱明、三十国の次男に生まれる。父は藩校である、行動館の教授を務める国学者で、 兄は同じく国学者の江田義込美。母は木原先進の娘、木勢。父と兄の影響により、早くから尊能上一層に目覚める。行動感で学び、この間に江藤新平や大北加藤と交わる。海江三年、1850年、兄、神明が中心に結成した南高義祭同盟に加わる。海江五年、1852年、 京都に遊学、漢学、国学などを学ぶ。この間に、矢野玄道らと交わる。さらに、神日の命を受けて、大原重徳に、将軍廃止と天皇政権による統一を進言する意見書を提出して、昇霊院宮、朝彦新郎から、藩平上落を求められるが、藩主、鍋島直政に退けられた上、藩校での国学教諭を命じられた。 安政六年、1859年、父の南郷が死去し、同年3月には、同藩士の添島俊忠の養子となる。源氏元年、1864年、長崎に設けた、繁栄の洋学校、地縁館の英学生監督となって、英語等を学ぶ。慶応三年、1867年、大隈重信と脱藩するが、捕らえられて、謹慎処分を受ける。 明治維新後は慶応4年1868年新政府の参与制度取調べ局判事となり福岡皇帝と生体初期層に携わる。明治2年1869年に参議同4年1871年に外務卿となりマリアルス号事件において活躍する。マリアルス号事件では助けを求めた中国人奴隷を解放したことで 正義人道の人と国際的に支持された。明治6年、1873年2月には、前々年に台湾で起きた宮古島島民遭難事件、台湾出兵も参照の処理交渉の特命全権公使験外務大臣として、真の首都北京に派遣され、日清修工場記批准書の交換、同地帝成婚の画を述べた国書の法廷及び交渉に当たった。 この間、新朝交換との私文交換で、その博学ぶりを評価をされている。同年10月、聖刊論争に敗れて下野し、明治7年、1874年には、板垣大輔らと共に、愛国高等に参加。同年には、民選議員設立憲白書を提出したものの、自由民権運動には参加しなかった。西南戦争中は、中国大陸中南部を、 旅行滞在している。明治12年、1879年、宮内省伊藤町港。明治17年、1884年、白尺。明治20年、1887年に、宮中古問館。明治21年、1888年に、枢密古問館。明治24年、1891年に、枢密院副議長になり、明治25年。 1892年には、第一次、松方内閣において、内務大臣を務めた。また、東方協会の設立時には、回答となった。明治38年、1905年、脳一血のため死去。書家としての業績は、総会、添島種を磨き、石川休養編、二元社、2003年、平成15年に詳しいが絶版。主要な作品は、 書の宇宙24対象の近代の可能性明治前後、石川九養編、二元社、2000年、平成12年や、近代書士、石川九養著、名古屋大学出版会、2009年、平成21年でも紹介されている。2005年、平成17年に、NHK 番組、新日曜美術館で、書家としての側面を、クローズアップした特集が、 石川が解説し放映された。芸術新潮、新潮社の1999年9月号に掲載された明治維新を筆で読む詩たちの書でも紹介された。草森新一が文芸雑誌、スバル、修英社に詩人、添島種臣の生涯、1991年、平成3年7月号から1996年、平成8年12月号。 65回を、文学界、文芸春秋に、バラコートコロ、添島種臣の中国漫遊を、2000年、平成12年2月号2003年、平成15年5月号、40回を連載したが、未完行である。また2007年、平成19年から、表現、京都聖火大学表現研究機構で、細明治11年の文人政治家、 ソエジマタネオミの行方が始まっていたが、総刊号と第二号のみで絶筆となった。平成18年、2006年に、佐賀県立美術館で、翌19年、2007年に、五島美術館で、没後100年記念特別展、総会、ソエジマタネオミ全身の書マイナス展が模様された。石川九葉、草森新一、島全魂が寄稿した図録が、 佐賀新聞社で制作された。改訂版が、郷土出版である、質問堂で刊行された。佐賀新聞の大事は、添江島の書いたものである。代表作は、菊も日雨、紅葉館、佐賀県立美術館所蔵、神秘主人人見守り神、春がその四句など多数。添江島種臣全集三巻島前後編、定文社は、 2004年から2007年にかけ、観光、電気に、丸山漢字、添島種臣吐く、著者は丸山真男の父、美鈴書房で復刻、原稿は、オンデマンド版。近年間の斉藤陽子、添島種臣と、明治国家、経文社は、明治10年代における福島の言動に、多く言及している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。